おはようございます、ノックさん。早速メッセージありがとうございます。動画を自分のアカウントで放送するためには、先ほどノックさんが紹介してくださった方法、私これね、撮ったことないんですよ。ですので、その保存を使う方法っていうのはね、何とも言えないんですけども、私の今やってる方法っていうのは、ダウンロードのフリーのアプリを使ってます。まあインターネット上のソフトウェアですけども、それをですね、動画概要欄につけておきます。それからノックさんに送ったメールの中にもそれをつけておきます。非常に簡単です。クリックしてこのサイトが立ち上がると、その URL を放り込むところがありますんで、そこにコピペした動画の YouTube の動画の URL をポンと放り込むと、ダウンロードボタンがありますんで、ダウンロードをすると5秒か10秒くらいでサクッとダウンロードされます。それをアップロードしてタイトルをつけるって感じなんで、むちゃくちゃ簡単にできるんですよね。で、億万長者合宿とか週刊中年ジャンプとか、その他の動画は同じような方法でずっと掲載してますんで、お互いのアカウントで、同じ動画が共有されるってことになりますかね。はい、そんな感じでございます。多分簡単なんで、こっちの方がいいんじゃないかなと。 YouTube 上の保存っていうやつは多分ね、YouTube の、その保存リストに保存されるんじゃないかなと思いますよね。で、オフラインでもこういつでも見れるみたいなね、そんな感じじゃないかなと思うんですけどね。はい、じゃあ URL の方ちょっと使ってみてください。非常に簡単です。